ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ東京より車両紹介の動画をお届けいたします。今回も池田君よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ご紹介させていただくお車がアルファロメオ 8C コンペティツィオーネ、こちらをご紹介させていただきました。ちょっと若干発音が怪しかったですけど難しいですよね。これはまたすごいのが来ました。これは私もこんなちゃんとは初めて見ました。いいですか、はい、完全にキャパオーバーですそうですね、はい、これちょっとやっぱりこうにわか知識でこう知ったかぶって紹介しちゃいけないと思います、はいはい、なので今回は、一応予習勉強してきたので、はい、ちょっとそれをお話しさせていただくのと、あともうみんなで見、はいはい、であとはもうフォーミュラー経験者の、はい、池田くんが今回試乗もしてみていいってことなんで、はい、高野店長から許可が出ましたんで、はい、ちょっとそのフォーミュラー経験者目線の、はい、この車の挙動をちょっと怖いですけど、はい、ちょっとお届けしたいと思います。で、まずこの車を多分ボンドチャンネル見てくださってる方とか、あとはまあサムネイルから気になってクリックしたっていう方、多分これなんだか分からないっていう方ほとんどいらっしゃらないと思うんですけれども、まあ、念のため一応これがどんな車なのか池田君の方からちょっと紹介してもらってもよろしいでしょうか。はい、ごめんなさい、これもちょっと調べたもので、はいはい、いきたいと思います。2003年のフランクフルトモーターショーでコンセプトモデルがまず発表された車がこの 8C コンペティツィオーネになります。でベースがマセラティの 3200GT をベースに、まあ第二次世界大戦前のアルファロメオを彷彿とさせる、エクステリアデザインになってます。で2006年に、量産型を発表いたしまして、全世界で500台、の限定生産で、日本には、これもちょっと、いろんな説があるんですが、諸説によると70台が割り当てられて、アルファロメオにとっては SZ 以来、久々のツーシーターの FR クーペが、誕生したという形になります。 SZ っていうのはいわゆるこう四角いザガート。そうです、ザガートです、はい、やつですね。でこのベースになってる 3200GT っていうのが、はい、グランツの前の前、はい、ですね、はい、マセラティクーペのさらに前のやつが、一応そのコンセプトとしてはベースになっていると、はい、でなんか車のベース自体にはなんかそのマセラティクーペと割とこう共通というか、そうですね、はい、であといろんなところがグランツの部品が使ってるとかっていう、はい、そうですね、だ結構本当にマセラティとちょっと距離が近い。そしてまあ積んであるエンジンなんかもフェラーリとも、はい、まあ、なんかフェラーリ その工場とか結構、はい、組み立てなんかが、はい、あれフェラーリの工場だっけ、マセラティ、エンジンはマセラティの工場で生産されてるので、ごめんなさい、はい、で組み立てなんかもマセラティの工場で、はいはい、やられてたりとか、まあ、非常にそのイタリアのこう総力を結集して作った車とか、ね、はいはい、そんな感じの。そして先ほどちょっと池田君からも話ありましたけど、はい、もうとにかくちょっとクラシカルな雰囲気を感じるこのエクステリア。そうですね、はい、私個人的にはものすごく好きなデザインです。もう僕もちょっと痺れました、はい、わ何これっていう可愛らしさもありますよね。確かに特にリアなんかかなり可愛い感じ、はい、で前もこんなにこう曲線を多用した車ってこう最近あんまりないんじゃないかなって。そうですね、だいたいエッジが効いてる方が多いと思うので、本当に丸みを帯びて可愛らしい、まあ、見た目は可愛らしいんですけども、まあ、中身はすごいと。そしてこのボンネット全部がこうつながるデザイン、最近こうもうセクションごとにフェンダーだったらフェンダー、はい、ボンネットだったらボンネットって感じですけど、もう全部つながるデザインでこんな感じに。そしてこんなにナンバーが似合わない車ありますかそうですね、ちょっとこの無理やり取ってつけた感、若干もう傾斜しちゃってますけど、はい、こんな感じの前になってる、はい、そしてヘッドライトなんかはこれプロジェクターだったりだとか、はい、まあ、なんかちょっと 4C とかとも共通性があるというか、中がインナーブラックで、はい、この辺で。もう装備関係に関してはいろいろ調べたんですけども、かなりない。そうですね、ないというかもう純粋にこう車のそのものを楽しむ、うん、はい、安全支援系だったりだとか快適装備なんかもかなりこう省かれてる。そうですね、うん、そんな車になってると、はい、そして今回ボディカラーがなんか500台限定なのに、はい、こう割といろいろこうオプションが選べたりとか、はい、ボディカラーもいろんなボディカラーがあったりとか、うん、今なんか中古車市場でもなんか黒いのがあったりだとか、あ、はい、そうですね、まあ、割とこう個性的な個体が選べる、はい、そんな車になってるみたい。でまた色いいよね、今回のこれすごいですよね、このギラギラな感じ。これは本当に私も色にまず感動しました、ね、はい、このちょっと鏡面塗装のちょっともう普通の量産車と違うこの肌のないツヤツヤの赤、こんなにかつてこう赤が似合う車フェラーリ以来じゃないですかそうですね、はい、
こんな感じのボディになってると。そして割とこうイメージよりかも車がちっちゃかったです。そうですね、はい、はい、寸法的なものを池田君教えてもらってもいいですか。はい、寸法の方が、全長が4000と380、全幅の方が1900、それから全高が1320という形になりますね。なんかマセラティのグランツーリズモと比べてもかなりこう全長が短い、そうですね、はい、10センチ以上短いと。そうですね、だ かなりこう実車で見るとコンパクトなイメージがあるという、うん、なんかちょっとこうもっとなんかワイドアンドローなイメージだったんですけどそうですね、実車は割とこうギュッて固まってる、はい、うん、そんな感じのエクステリアになっております。そしてこの普通に見えてるボディがまたすごいんですよね、これ。そうですね、これがまあなかなか塗装したてるのであれなんですけども、フード開けたりするとまあ分かるんですが、基本的にもうほとんど上物の部分っていうのはカーボンの素材でできております。はい、こっちもこっちもこっちも全部カーボン。そうです、はい、はい、だちょっと覗くと見えるところすごいよね。そうですね、なんかちょっと脱いだらすごいんですみたいな、はい、そんな感じの外装になってるみたいです。そして足元を早速行きましょうか。こちら足元がちょっとこう伝統のというか5ホールのアルファロメオらしいホイールが装着されてございます。サイズがフロントが245、35、20、そしてブレーキなんかがちょっとやっぱりこうグランツー、そうですね、はい、全く共通かわかんないですけど、なんかその辺の部品が使われてるっていうのは見ました、はい、なんでかなり車に対してはかなり大きなブレーキがついてる印象です。そして足回りの構造なんかも割とそのグランツーのものを踏襲してるというか、まあ、どっちが先かちょっと年齢的なものが分からないと思いますけど、はい、両方ダブルウィッシュボーンで、はい、あと足回りが電子制御のダンパーがついてない。そうです、はい、もう完全にセッティングだけで。そうですね、今となっては珍しく思えちゃうぐらいなんですけど、はい、そういう電子制御系があまりないっていうところですね。なんでもう車のキャラクターにもうドライビングだったりだとか合わせる、はい、でちょっとそのどこに合わせてあるのかをちょっと試乗で確認してみたいと思います、はい、こんな感じ であと横にこんな感じのダクトがついてたりとか、ちょっとこうやっぱりレーシーさもありつつ、こうクラシックな感じもありつつ、はい、そしてどっかで見たことあるウインカーがついてたりとかそうですね、この辺はイタリア車もういろんな車に使われてる、はい、ウインカーがついてたりで、あとこの辺にエンブレム、これ何とか言ったんだろう、ちょっとごめん予習してなかったです。これ何て書いてあるの、これ多分デザイナーの、あデザイナー、はい、名前だと思います。はい、こんな感じになってて、もうとにかくボディラインが美しい。これはそうですね、これはちょっと眺めてもいい車。ちょっとさっきツッチーさんも言ったんです、このボンネットのノーズなんか私最初エンツォフェラーリかなって思うような、あ確かに、はい、ちょっとなんかそういう流れも感じる。そうですね、うん、っていう、これがちょっとまあクラシックさもちょっと演出してるかなって。はい、ありますね。でこのボンネットのラインもそうだし、フェンダーのラインもそうだし、全部こうつながってる、もう本当にこのミラーの付け根とかもうこんなすごいですよね美しいもん。そしてこの A ピラーからのウーフもこの割とこう別にこうここと区切っちゃってる車なんかも多いですけど、そして全部こう R がついてるのね。はい、もうつるんとしてる。そう感じですよね。美しいですもん。はい、そしてこのそこからつながるこう緩やかに広がったリアフェンダーと、ちょっとドアノブなんかもちょっとこう、はい、楕円のちょっとおしゃれな感じ。これすごいね。すごいです。見れば見るほどね。そして後ろはタイヤが285、35、20ということで、はい、まあ、ちょっと太めの。そしてリアも4ポット、対向4ポットのドリルドのローターの、ね、はい、この辺もなんかマセと、そうですね、グランツと、まあ、形状的にも見慣れた形状のキャリパーですね。こんなのがついてると。そしてここからのリアのセクションですよ。これもねちょっと可愛らしいところがありつつそうですね、なんかミトにもなんかちょっと、いや私も思いました、やっぱミトにすごい、ミトが逆に多分この 8C からの影響が大きいのかなっていうデザインですね。このちょっとこうせり上がったダックテール風のこのせり上がった感じと、あとこの大きいよね、大きいですね、こんな感じのテールランプ。そしてあの
全部つながってるじゃない。つながってます。これ事故れないね。いや本当ですよ、今日試乗も結構緊張するんですけど。だってこれ全部つながってるわけでしょ、ここ。そうです、ルーフまで。これはもしこうバックとかでコツンって当てちゃったりとか。大変ですね。もしくはもう当てられちゃったりとか、はい、大事件な車。大事件です。はあ、なかなかこういう車見ないですね。うん、ちょっと本当になんかこうメーカーがやりたいことというか、うん、最近どうしてもちょっともう何でもそうだけど、ちょっとこうユーザーに合わせた車、うん、もう使い勝手だったりそうだし、はい、車の癖もなんかどんどんなくなってって装備も増えてって、ね、ここまでちょっとなんかこう振り切っちゃった車っていうのはなかなか珍しいんじゃないかなと。そしてリアバンパーもこんな感じで、あとマフラーも左右2本ずつの、ちょっとバックとバックフォグもちょっと可愛らしい感じ。そうですね、シンプルな、あれまるで統一されてるですね。確かに。そしてディフューザーもこれ本ちゃんのやつですね。ちゃんとちゃんとしてます、はい、奥までしっかり、はい、真っ平らのやつ、はい、こんなのがついております。これも全部だから、ここはドライカーボンの素地が出てますけど、このバンパーとかも全部当然、はい、ドライカーボンということで、こんな感じのエクステリアになっております。あと外装といったら、はい、もうここを触れずにはいられません、はい、これ本当にカーボンなんだね、はい、この蓋もそうだし中も全部カーボンっていう、だこれが全部カーボンってことだよね。そうですね、ここは、はい、レーシングカーじゃん。そうですね、もうこのフューエルのキャップもレーシーな感じで、これちょっと本当にメーカーが新車でこれをやってくるって、もちろん限定車ですけども、はい、ちょっと本当に信じられない、本気ですよね。当時 のリアルなちょっとリアルタイムでのちょっと衝撃は僕残念ながら分かりませんけど、はい、これ今見てもちょっと度肝を抜かれる。そうですね、もうとんでもない作りになっております。じゃあ続いて内装を見てみたいと思います。これちょっと開けるのも緊張する感じなんですけど、はい、こちらでございます。これもう中なんだろう、こうちょっとレトロな感じと、そうですね、高級感とレーシーな感じと、えらいことになっております。そうですね、どこから触れましょうか。私最初にやっぱ目いったらカーボンですね。なるほど、はい、ご覧いただけますでしょうか、このダッシュボードのものすごくこう雑な言い方すると黒いところがほぼカーボン。そうです、これドライ、ドライカーボンだと思いますね。このツヤのない、はい、これ当然こうツヤがあると運転しててこう反射しちゃうんで、うん、まあツヤのないタイプのカーボンされる、はい、でちょっと正直レビューをすると、今回のお車ナビかなんかついてたんですかね。そうです、真ん中のダッシュのところに少しだけ乗りの跡がついてると、はい、この造形全部カーボンだもんね。すごいですよね、これレーシングカーじゃん。形こそなんかこうなんていうの、大衆車な形してるけど、はい、やってることレーシングカーだもん。そうですね、そしてセンターコンソールなんかも同様にカーボン対応されてて、はい、でそのセンターのところのプレートがあれですかね、はい、ちょっと今フィルム貼ったまんまになってると思うんですけど、はい、これがなんかその出荷された国の国旗がついたプレートになってると、はい、で今回の車は並行車、一応並行、はい、そうですね、並行という情報で、ただ日本の国旗がプレートには入ってるっていう部分で、一応伺っている中だと前のオーナーさんがプレートのみを別で入手してるっていうお話は伺ってますが、なるほど、はい、そんな仕様になってるみたいです。でちょっとどうしましょう、ドアから見てみましょうか。ドアがもうこれどこまで考えてたのか分からないですけどこれもすごくざっくり言うと、はい、黒いところは全部カーボン、カーボンです、はい、ちょっと触りませんけど全部カーボン、これちょっと乗れないね怖いですよね、ちょっと本当傷とかは怖いなっていう、もう最新の注意を払って、はいはい、ちょっとあの販売する側としては触らせていただくような車になっておりますね、はい。そしてなんかこの手の車なのに割とオプションも多いようで、酸素システムなんかは、この車はそうですね、ちょっとオプションが、まあ、そんなにオプションの用意がもともと多いわけではないんですけど、オプションが入っているというところですね。なんかイメージで言うとなんかもう限定車っていうとオプションなんかも決まっててっていう感じですけど、はい、サウンドシステムなんかは割とオプションということで、今回 BOSE のサウンドシステムがついてると、ね、はいはい。そしてレザーも何でしょう、こうちょっと落ち着いた風合いの、あ、そうですね、はい、ちょっと発色のいいというよりなんかボルドー系の、そうですね、はい、ちょっと落ち着いた感じのレーザーになっております、はい、そして、はい、再び中に戻るとシートがまたこれいいじゃないですか。そうなんです、
もう限りなくフルバケに近いセミバケというかそうですね、はい。そして運転席、助手席で全然違うんですね、デザインが。これはい、これ運転席は前のオーナーさんの方で、これ8Cって実は、クーペのコンペティツィオーネの他にスパイダーがありまして、スパイダーも、純正シートに変更されてます。運転席、運転席です、はい。なので助手席がコンペティツィオーネのこのクーペタイプの純正シートです。めちゃめちゃマニアック。マニアックですよね。うん、なんか何が違う、まあ、デザイン違うんですけど、あと私が気づいたのは背もたれの倒れる角度が違います。あ、なるほど。はい。じゃあその辺を考えて交換してると。だと思います。はい。で一応純正のコンペティツィオーネのシートもお持ちということで。あ、なるほど。はい。じゃあ好みに応じて、そうですね。はい、ご納車の時に戻させていただくなんていうのもできると。はい。そしてこのシートに入ってるロゴが、なんとイタリアの家具メーカーのロゴということで、はい、名前が、家具メーカーの名前がポルトローナフラウ。あの馴染みがなさすぎて全く覚えられません、はいはい。これちょっとすごくない、なんか家具メーカーがその、はい、内装をちょっと仕立てるというか。そうですね、それだけでもちょっとモチベーションが上がるというか、うん、高級感ありますね。なんかもう本当に芸術、はい、こんな感じの内装になっております。じゃあ続いて内装、土屋愛をお届けしたいと思います、はい。ちょっとまず乗り込むのがちょっと怖いです。このサイドサポートあんまり踏みたくないんで、よいしょ、はい、こんな感じになっております。ハンドルはちょっと僕が見た資料だとグランツなんかと共通というか、はい、形状が多分見覚えあると思います。なんか見覚えあるサイズ感と形状になっております、はい。で、保温ボタンがここについてて、まあ、当然なんか操作系のものは一切何もないわけです、はい。まあ、アルミのちょっと質感のヘアラインのあるスポークになってて、アルファロメオロゴという。そしてパドルが、この辺の操作感もちょっと、はい、イタリア他のメーカーと同じものを感じます。そしてメーターがすごくなんか奥行きがあるんですけれどもそうですね、真下から始まるレブカウンターと、はい、スピードメーター、そして330キロまで、はい。でもなんかもう思ったんだけど、なんかちょっとこのスピードとか、まあ、その加速とか、うん、なんか質感とか、なんかそういうのを語る車じゃないなと。なんかそんな感じですよね、うん。なんか本当にこうちょっとこの車の味を楽しむというか、はい、うん、そういう感じがします。そしてちょっと外からも触れたダッシュボードは、これ僕が読んだ読み物だと、この人間工学を無視したあのレイアウトとかって書いてあるのもありましたけど、確かにちょっとこう使いやすいとはお世辞にも言えないかなと。ただそんなにこう使いづらくもない。そうですね、なんか最近のよっぽどのあの液晶になってる フルデジタルのよりかはなんかよっぽど使いやすい、はい、うん、なんか分かりやすいというか感じがします。そしてパワーウィンドウだったりドアロックだったり、あとトランクボタンもここに、トランクもそこですね、はい、並んでたりします。そしてエンブレムが入って、もういいんです、オーディオむしろいらないぐらい、そうです、はい、時代を感じますけども、ワンディーンのオーディオがついております。そしてここがミッションが、はい、フェラーリでいうとこの F1 マチックと、そうですね、まあ、基本構造が同じものが使われているそうです。ちょっとボタンで、あとパドルでやり取りする感じですね、はい。メーカーがマネッティのマレリ、なるほど、はい。そのメーカーの Q なんだっけ、 Q セレクトですね、 Q セレクトっていう、はい、ちょっとその作法が必要なそうですね、はいはい。そしてシングルクラッチなんで割とこうラグがあるというか、はいはい、そんな感じのミッションになってるそうです。そしてあとペダルに関してはこの辺のちょっとこうサイズ感、はい、もうマセラティを感じます。そうですね、はいはい、ちょっとこの大きいブレーキペダルと、はい、アルミのこの大きいアクセルペダルと、そしてこの辺も全部レザーという、それがオプションみたいです。あ、これオプションなの。はい、私もちょっといろいろ調べたんですけど、確かに画像でレザーじゃない車両もあったので、これ本当に室内空間が雰囲気伝わりますでしょうか、はい。もう本当にレザーとカーボンに囲まれている、はい、そうですね、ちょっと普通の車の車内にいる感じじゃない、もうなんかちょっと独特な空間を印象を感じます、はい。でこれピラーとかも全部この黒のレザー、そうです、ピラーレザーもオプションです。あ、これもそうなんだ、はい。
じゃあ結構選ぶと違うんだね。そうですね、まあ、本当に選べるオプション自体は多くないと思うんですけど、選ぶとこれだけ変わるっていう感じですね。なるほど。でバイザーなんかもこのレザーのタイプ、割とこうしっかりめのレザーですかね。天井はこのパンチングの、なんとなくこの雰囲気が伝わりますでしょうか。そしてシートもさっきちょっと通り過ぎちゃいましたけど、全部カーボンですからね、これバックシェルとかも。はい。はあ。本当にちょっとマクラーレンぐらいなんかちょっとこうレザー感とカーボン感を、そうですね、なんか車内で感じます。そして鍵なんかはもう思い切りちょっと旧世代の、はいはい、マセラティの鍵、このジャックナイフのタイプの鍵になっております。シャキンって出す。そしてかけ方なんかも、はい、鍵差し込んで回してスタートですかね。こんな感じになっております。そしてあとはこの後ろですよね。はい、はい、このバッグたちがなんとこれもオプションということで、はい、39万5千円と。これも調べたら有名なあの車に車載するバッグ専門で手掛けてるメーカーの、はい、スケドー2社、名だたるこうスーパーカーとか、はい、スーパースポーツの車のオプションのバッグを作ってるメーカーですね。イタリアのブランドですよね。そうですね、はい、なんかちょっと本当にイタリアも総力でなんか作り上げた、そんな感じがします。でこの辺も当然あのついてきます。すごいねこれ。すごいですよね。めちゃめちゃおしゃれね、はい、あのちょっと乗りこなせる気が一切しません私そうですね、これを乗りこなせる人ってすごいね。いやだと思います。私もちょっとまだどんな乗り味なのかっていう未知数なんですけど、あとちょっとこの車に似合う人がちょっとなかなかあのレベルが高いんじゃないかな。いやそうですね、そんな印象を受けました。じゃあ続いてトランクを、はい、あれ池田君どうしたの。ちょっとこれがですねダンパーが、はい、まあもう2008年の車なんで、はい、そうですね、ここはちゃんと正直レビューでお伝えしましょう、はい、ダンパーは今回の車はお亡くなりになってるそうです、はいはい、あの購入後トランク対応する方はダンパーを交換していただいて、はいはい、あれこれ納車整備では交換、部品出るかどうかちょっと確認してるんですね。なるほど、はい、ちょっと特殊な車なので、はい、じゃあ要ご相談ということで、はいはい、このこんな感じになっております。そしてこれ今手で押さえてますけど、ここも全部カーボンという、カーボンです。これねすごいね。もうすごいしか出てこないです。本当ね、またすごいすごいしか言ってねえじゃんともらえそうですそうですね。そしてこの下にも、はいはい、このすっぽり収まるバッグが、これお分かりいただけますでしょうか。ちょっとこのレザーの質感もね、ちょっと開けちゃいましょうか。はい、はい、当然未使用ということで、はい、こんな感じの。これ何が入ってるの。これがパン、はい、バックシュールとか、こんな感じで。あ、これ空っぽっすか。空っぽ、こんな感じで。これすごい中も、はあ、ちょっとしまいましょうこんなのもついていきます。ただ荷室はそう考えると限られちゃってる、ね、そうですね。なんであの旅行に行くときは荷物は送りましょう、はいはい、そしてちょっと中でも触れましたけど、はい、バッグが2個ついてると。こういうところもだってレザーだもん。そうですね、はあ、もうとにかくおしゃれが一周回ってわけが分かりません私は、はい、では続いてエンジンルームを見てみたいと思います。エンジンルームはなんかちょっとずいぶん見慣れた光景というか、はい、僕らは割とこう親しみがある感じの、はい、でそのまま見た目の通り、はい、グランツーリズムにも積まれている 4.7 リッターフェラーリ製のエンジンが搭載されていると、はい、で馬力が400 450ですね、50馬力、はい、トルクの方が49キロ、はい、なるほど、まあ、この辺もちょっとこう馬力とか語る車じゃないのかなと。そうですね。そしてもう先ほどちょっと車移動しましたけど、もう音がめちゃくちゃいい。いいですよね。何でしょう、はい、こうちょっと違う音がまた。そうですね、私もグランツーリスモとやっぱエンジン共通な部分多いので音似てるのかなと思ったらやっぱ全然ちょっと違う音が。あとなんかこの振動というか鼓動感、もうこの車のそのボディに伝わるのとかハンドルに伝わるこの鼓動感がすごいなって、はい、
これをちょっと乗ってもっと体感したいと思います、はい、そしてこれに組み合わせられるミッションの方はちょっと、はい、社内の方でもご紹介させていただきました、はいはい、フェラーリでいうとこの F1 マチックと共通のもの、はい、そして、デフの方が ZF 製の、はい、LSD が装着されていると、はい、でもう一つちょっと驚きのポイントとしては外装がこんなにカーボン対応されているのに意外や意外こうフレームに関しては、はい、そうなんです、スチールをメインとしたフレームということで、はい、車があんまりこう軽くない、うん、なんか資料を見たところによると1575キロ、1575キロほどになります、はい、ということでこう同等の車からするともっと軽い車もそうですね、うん、サイズ感的にももう少し軽いのかなっていう印象は確かにありました、うん、なのでちょっとその辺走りにどう影響してくるのか、はいはい、その辺を乗ってみたいと思います、はい、あとはエンジンルームがもう毎回言ってるんですけどエンジンルームかっこいい車っていいよね、いいですね、うん、なんかこう眺めてられるというか、はい、なんかニヤニヤしちゃうというかもう本当に所有欲を満たせるそうですね、うん、でこの上もこれっていう、はい、カーボンですね、これもう市販車じゃないよね、じゃないですね、もうレーシングカーで見る光景ですよね、骨組みがないからね普通こう骨組みあるじゃない、はい、骨組みのないこう1枚もののドライカーボン、これはちょっと本当にこれ新車販売された時に2200万円ぐらい2000そうですね200万ちょっとですね2000と2260万、ちょっとまあオプション足すともうちょっとするんでしょうけど、そうですね、もうちょっと驚異的というか一つ一つ見ていくと、はい、このフェンダーなんかも当然カーボンなのがこの辺からお分かりいただけるんじゃないでしょうか、この薄さとこの端っこの感じと、そしてバンパーも当然、これはちょっとね言葉が出ない本当そうですね、他では見ないちょっと作りですね、こんな感じのエンジンルームになっております。続いてリフターの動きも見てみたいと思います、お願いします。続いて転倒周り見てみたいと思います、お願いします。続いてマフラーの音も聞いてみたいと思います、お願いします。レッツ試乗で行きましょう池田君、はいはい、まずいいですか、はい、うわ音が気持ちいいですね、やばいですね、やばいやばいやばいすごいこれすげえ、法定速度で走ってるのめちゃめちゃレーシーなサウンドが、そうですね、今70キロぐらいですね、これもはやもう V8 じゃないみたいね、そうですね、めっちゃ綺麗な音で、すげえ揃ってる音が、はい、そしてですね、うわ、どっからレビューすればいいでしょうか、うわこれレビューできないぐらい興奮します、これもうなんていうのちょっと僕が今まで乗った車の中では、はい、もうマクラーレンとかそのぐらいのこうレーシング感というか、はい、ソリッド感というか、そうですね、ダイレクト感、ものすごいこうなんだろう、言い方難しいです、本当に悪く言っちゃうといろいろな音を拾ってます、うん、すごいね、この振動もそうだし、はい、振動ありますね、この作動音、いろんなものの作動音、はい、
さっき来る途中も結構そのミッションの音だかデフの音だかわかんないですけど、ガゴンガゴンガゴンって言いながらこう走ってって、高速で踏んだ途端にこのちょっと高周波に変わりつつ、そうですね、全然本当速度全然もう法定速度周りより遅いぐらいでもこれすごいね。ちょっとグイッとお願いします。わーうわすげえ、これ楽しい ね。やっぱでも F1 マジックのシフトのショックありますよね、うんうんうん、いやでもね不快じゃないというか、そうですね、なんか楽しめる俺は。あ確かにこれ合わない人は全く合わないだろうね。そうですね、最近のやっぱ高年式の車ばっか乗ってる方だとやっぱりこれがなかなか合わないかなっていうのはありますね、うんうん、なんか本当に機械を操作してる感、はい、そうです、マニュアル車みたいな感じですね、うん、もうシートは硬いし全部手動だしちょっと池田君もうスタート直後に言ってましたけど、はい、ハイトアジャストもついてないから、高さ調整もできないと。そうです、私170センチの身長だともう目のちょうど延長線上にステアリングのこのトップが来る感じで乗り手めちゃめちゃ選ぶね。選びますね。けどこの感覚って本当に他にないね。ないです、私もちょっと感じたことないですね。これはなんか本当にこうちょっとこうナンバーついてない乗り物で行動に出ちゃった感そうですね、うん、やばいこれ音すごいですよね。このフロアからもそうだし、はい、うわこの唐突な加速感、はい、でステアリングも重いんだよね。重いです。ステアリングは結構パワーステついてると思うんですけど結構重めですね。ペダルタッチはどんな感じ？ペダルタッチは結構柔らかめなのでカッチリしてる印象があります。ブレーキもすぐこうフロントノーズが反応してくれてしっかり沈み込んでくれるんでちゃんと効きますし、すげー音が音がいいですねこれ本当にマセと同じエンジンってちょっと、うん、ちょっと信じられない、ね、信じられないぐらいの極端、はい、いやこれだって電子制御も何もついてないんだもんね。そうです、 VDC と、あとまあウェットモード、おそらく雪道とか路面のミューが低いところで使うモードだと思うんですけども、まあ、この2つぐらいが基本的な電子デバイスかなっていう。はあ、これはねすごい。そうですね、うわちょ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 あのですね、助手席の僕ですらあのまっすぐ走っていかないのなっていうのを感じました、はい、結構わだちでこれハンドル取られます、うん、なんか本当に車がこうよじれるじゃないけどグルグルグルってこう前に出る感じ。そうですね、はい、ただ接地感がこう薄いわけじゃなくて、うん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 、タイヤが接地してる感じはむしろ伝わりすぎてるぐらい伝わってますね。あのね今同時に2つ感じました僕は最近の車の電子デバイスの凄さと、はい、あとはもうやっぱりこの車体何にも付いてないとこういう動きをするんだなっていうのを、あそうですね、同時に感じました。この4000回転超えたぐらいすごく気持ちよかったですね。これすごいね、はい、聞こえるっていうよりかは感じるに近い感覚。ああそうですね、もうこの振動もそうだし。そうですね、振動結構拾いますよね。これねお尻がずっとムズムズしてる感じが、うんうん、足の裏とそうですそうです、これ本当に現代の車でないね。ないですね、やっぱ人昔前だなっていうのは感じますね。このスタイリングしかり、はい、ちょっとこれに変わるものはない。ないですね。ただ乗り手はもう本当にめちゃくちゃ選ぶかもしれないけど、これハマった時こんなのが体験できる車ってないね。ないですね、もう本当に多分同じ年代でやっぱりフェラーリの F430、360ってあると思うんですけども、やっぱりそれとは違った意味で、うん、やっぱりすごく良さが出てる、うんうん、車ですね。ただなんかすごいクラシックな要素は大きいかなっていう。なんか本当に車って本当に好きと嫌い、いいと悪いは違うんだなっていう。そうですね、うん、やっぱりこのちょっとこう極端な乗り味とこの
車の方向性と結構こう万人受けしない感じが、はい、こう酷評されてたりとかそういう風に書いてるのも結構あったの、ね、けどやっぱりこうもう発売前に全部売り切れちゃうなんていう逸話がありましたけど、はい、もうそういうことなんだなっていう。そうですね。だからもうなんていうか一般の人には全くおすすめできない。そうですね、はい、ちょっと興味本位で乗るっていうのも全くおすすめできないけど、これもしかのハマる人にハマったらもうこれ以上の車ってないなっていう。ないですね。これ本当に今ここカーブ曲がってますけども、うん、直進の時って輪立ちで結構ハンドル取られる感じあるんですけど、コーナー曲がる時グッて重いんですよ。すっごくこうもう本当にダイレクトに伝わってくるのでハンドルの重み結構感じますね。操作してる感が、操作してる感がすごいです。もう直でつながってる感じがすごい伝わってくるんですよね。特にね、うん、最近の車ってそのデバイスのサポートとかで、はい、こうトルクベクタリングとかっつってそのトルク内外で変えて曲がりやすくしたりとか、はい、ハンドルの打角もその電子デバイスのサポートで常にこう可変させたりとかして、はい、こう実際にこう運転してる感覚でそのまま負担かけないように曲がりやすくするなんていうのをやってますけど、はい、これに関してはもう本当に直直です。なんか曲げてるっていう感じがすごくここに伝わってくる感じですね、うんうんうん、タイヤが4つついてる乗り物ってこうだったなっていう。そうですね、再確認する、はい、それはちょっと今回あの車なんで僕運転しませんでしたけど、助手席でもめちゃめちゃ感じる。それああそうですよね。これあとリアタイヤもやっぱり着座位置から近いっていうのもあって、あ、まあ、最近だと AMG GT とかあの辺りもそうですけど、やっぱロングノーズショートデッキなのでハンドルからはこうフロントタイヤが伝わってくるんですけど、お尻とか背中でこうリアタイヤをすごく感じる、ね、感じる感じる、はい、このね石巻き上げる音だったりとか、はい、この後ろのこう回ってるロードノイズとかもダイレクトにこう耳に入ってくるんですね。これボディが多分あのドライだからアンダーコートとかも多分そんなに張ってないでしょ。もしかしたら全然張ってないとかそういうレベルじゃないかな。そんな感じしますよね。だよね、はい、本当にレーシングカーかなと思うぐらい小石の巻き上げ音とか、うん、あとなんかパーツがちょっとこう共鳴してる音がいろいろ聞こえる。ちょっとやっぱりとんがってる車って魅力あるね。ありますね、うん、私もこういうの好きですね。でどうしてもなんかやっぱりこう実用性ってこう捨てられないとこじゃない、普通に車選ぼうとしたら、はい、そうですね。だそこを全部捨ててこれが選べるってものすごい贅沢だし、はい、もしかしたら本当に最後かもしれないな。そうですね。いやこれはでも価値が残ってる意味が分かりますね。そうだね、はい、そんなにこうめちゃくちゃこうバカすぎな人気でこうなんていうの回転が速い車じゃないけど、はい、暴落しないっていうのは多分そういうことなんだろうね。そうですね。これだけ趣味性が強くってメーカーがやりたいことをやってとんがった車、とんがってますね、うん、意外と今ちょっとこう第三景品で高速乗ってみましたけども、意外と面白かったのはこう下道の方が突き上げ感って感じて、うんうんうん、高速も確かに継ぎ目でダダンってなるんですけど、うん、収まりもいいし車のこう上下はそんなに気になるほどじゃないかなっていう、うんうん、確かに。まあ、でも硬いですね。硬いね、はい、これだから本当になんかどっか出かける車じゃなくてなんか本当に純粋に車の運転を楽しむ車だね。そんな感じします。ちょっと強烈だったな。強烈ですね。これは本当にちょっともう普通の車で満足できない方とかちょっとあの刺激を求める方に届いてほしい。そうですね、この答えはぜひそういった方にぜひ、はい、購入していただきたいですね。もう暗くなっちゃったんでこの辺でいいですかね。はい、ありがとうございます池田君。ありがとうございます。じゃあ安全運転で帰りましょう。はい、それじゃあ最後になりますけれども、やっぱりちょっと紹介は無理でしたね。難しいですね、この車は、はい、まあ、なんとなくこうすごそうなのがあるなっていう、はいはい、まあ、興味を持つきっかけになっていただければいいんじゃないかなと思います。というわけで今回はアルファロメオ HC をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。